球ボール。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。これは低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ち上げた、取ってアウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。さあ、そして打席には石原が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。振り遅れてますね。落ちるボールでカウントを取っていきます。ワンボールツーストライクです。外へ持っていきましたが入りません。インサイド打った、センター前へ抜けていく、サードランナーホームイン、カープ同点、1対1、試合を振り出しに戻しました。さあ、同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。バッターは野村。カープこの回同点に成功、攻撃は続いています。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、うまいことつなげましたからね。ここは何としても点を取りたいですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。低めインコース、ノーボールツーストライク。アウトコース見送っています。切れていきます、ファウル。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。2回終了1対1、カープ同点に追いつきました。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしてますけど、そんなにボールが悪いように見えませんからね。コントロールをしっかり意識して投げてもらいたいですよね。はい、これ以上の失点はしないよう注意してほしいと思いますね。引っ張った、さあどうだ、大きな当たりが外野を襲っている、ライト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります、バッター村松。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。これが2球目、インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスは2番福永。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回の野村3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、まあ省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。さあ2球目は何か。
変化球タイミング合いません。ボールになります。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあカープ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここでの失点は後の展開に響きますからね、しっかり抑えたいですね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の野村、どういったピッチングを見せるのか。変化球振っていきます。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。まあここは臭いところも手を出す可能。外の球打った。高いバウンドになった。ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。勝ち越しのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1、同点です。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。いや本当ですね。あの両チーム、いい攻撃、いい守りしてますね。確かにその通りですね。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。バッターボックス上本、先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。さっきのバントはちょっとまずかったですから、ここは取り返したいですよね。そうですよね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショート取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは3番野間。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが早くもツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。いいところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。あっという間にツーストライクです。3球目は何で来るか。打ちました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。岡林が抑えて3アウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。3回終わって1対1同点です。4回に入っていきます。ドラゴンズの攻撃、バッターは4番細川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ同点で迎える4回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね。そのためにもここは丁寧なピッチングを心がけたいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。これが4球目。
ファウルになります。低めの変化球は外れました。打ちました。右中間へ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。打席には5番バッターカルザゲ。前の打席ではフォアボールを選んでいます。野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。見送っています。3球目外れました。低めの変化球です。インコースに持っていきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振です。バッターボックスには6番板山。ツーアウトランナーありません。初球ボール。外に決まりました。これが3球目。インサイド落ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあコースも悪くないんですけどうまく打たれたって感じでしょうね。バッターは7番岡林。先ほどの打席で打点を挙げています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。ランナースタート切ってきません。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対1同点です。カープ4回裏の攻撃になります。小園がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。カープ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜けました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。
さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやーここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。打順は5番坂倉。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。打ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。まあこの辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど。